最後は藤本が外して、そして最後は黒木が決めました。放送席見事な勝利、福岡大学乾監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。 J1 大宮相手になりましたね。できすぎですね、はい。まあ、今日はあの本当はフォワードの選手がね2人あの怪我でいなかったので、まあ、それをどういう形で埋めるかっていうのが課題だったんですけど、まあ、それを補うに余りある本当に守備がねあのよく耐えてくれましたし、まあ、危ないシーンもありましたけどね、本当気持ちでしのぎましたから、まあ、PK まで行けばもうあのこちらとしてはもう本望ですからね。あの PK も落ち着いてましたし、本当に素晴らしいあのゲームをしてくれました、はい。延長戦に入る前、選手たちにはどんな言葉をかけてたんですか？あの縦パス1本が奥に裏に入る、そこだけが危なかったんで、まあ、そこさえ注意してれば横に回されるのはいくら回されてもあのそこは我慢できてたんで、まあ、縦パスだけ注意してましたけど、そこを本当によくしのいでくれましたね、はい。今選手たちも後ろで大喜びですけども、どんな言葉かけたいですか？まあ、やっぱり大学生でもねやればできるっていうことをあの見せてくれましたし、今日本当にベストメンバーじゃないのにね、本当こんな素晴らしいゲームできて、本当に幸せです。まだ次もあります。そうですね、あの夢がまた続きましたから、まあ、相当疲れてますけどね、また準備して頑張りたいと思います。おめでとうございました。福岡大学乾監督でした。福岡大学の乾監督はできすぎだという話がありましたが、宮澤さんどうですか今のインタビュー聞いて。いや、もう選手たちの持っているポテンシャルをね、あの前向きにさせて生かしてですよ、はい。これで食いつかしてどこまで頑張れるかやってみろと、で常に前向きだったじゃないですか、はい。でそういったところが最後の PK もね、あの怖がらずにどんどん蹴っていったっていうねところありましたね。見事でしたね。ではこの後は福岡大学の牟田選手のインタビューをお届けします。はい、ではその牟田選手に伺います。おめでとうございます。よく守りましたね。そうですね、やっぱり相手が攻めてくることは考えてたので、やっぱチーム全員で守ることを意識して、まあ、その応援も含めてチーム全員の勝利だと思います。 J1 の大宮に勝って今どんな気分ですか？いや、もうやっぱここまで来て、やっぱ J1 相手にどこまでできるかっていうので試して、やっぱしっかり練習して結果が出たんで、まあ、やっぱチーム全員で今は喜びたいですね。耐える時間が多かったですよね。センターバックとしてどんな声かけれたんですか？まあ、やっぱりやられ誰かがやられてもその周りでカバーするとか全員でやることを意識してたんで、まあ、やっぱ声からさずにそれチームでどんだけ頑張れるかっていうのが試したんで良かったと思います。それからあの延長後半のイチョンス選手のシュート、あの打たれた瞬間ってどんな感じでした？いや、もうあそこしかないと思ったんで、もうあそこ、まあ、直感じゃないですけど、まあ、練習でもああいうところを守りきるっていうところをやってるんで、それがこういう本番で発揮できたんで、まあ、とても嬉しいですね。まだ次湘南との戦いがあります。次に向けてお願いします。まあ、やっぱり次も相手プロなんで、まあ、自分たちがどこまでいけるかっていうのを試すいい機会だと思うんで、まあ、やっぱり福岡県代表として、まあ、しっかりたくさんの人たちの誇りっていうか、それを自分たちの自信に変えてしっかり戦いたいと思います。おめでとうございました。さあ、続きまして準備ができましたらキャプテンの刈谷選手にお話を伺おうと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今 J1 の宮田をして選手たちどんな話してたんですか？いや、もう話にならないぐらい夢のようで、なんで話したかも全然わかんないですけど、まあ、ずっと結構攻められる展開だったんで、もうとにかく本当によくやったっていう話をしました。今日は耐える時間が多かったと思うんですけど、勝てたその勝因どこにあると思いますか？やっぱり気持ちの部分で、ベンチのユニフォーム飾ってあるんですけど、エース2枚いない状態でもうみんなで割り切ってやるしかないっていうのを強い気持ちを持ってやったところが耐えたことになったと思います。 J リーグの相手ということで試合前のロッカールームも興奮してたんじゃないですか？そうですね、いつもよりみんなそわそわしてて、まあ、でもいい、しっかり2週間対大宮ということで準備してきたんで、まあ、いい緊張感でできたと思います。まだもう次が、ね、ありますよね。湘南戦どんな戦い見せたいですか？そうですね、 J1 のチームに勝たせていただいたので、次の試合も僕たちらしく大学生らしく精一杯前向きに戦いたいと思います。おめでとうございました。キャプテンの刈谷選手でした。
それでは続きまして同点ゴール田中選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。途中でピッチ後にしましたけど、PK 戦どんな思いでご覧になってました？いやもうみんなに本当勝ってほしいって気持ちでもうずっと立ってました。それにしてもあの同点ゴールで延長まで行ったわけですけど、右足の感触いかがでした？いやもう気持ちで持ってきましたね。しかも先制点取られたすぐ後でしたよね。チームの雰囲気どうだったですか？いやもう前もう攻めるしかないって状況だったので、やっぱ気持ちとしてもうシュートしてゴール決めてやろうって気持ちでした。これまでいろんなゴール決めてきたと思うんですけど、今日のゴールどうでした？もう最高です。次の少年戦もありますが、あそうですね、また J リーグのチームとすることになるんですけど、やっぱりこの勢いでまた勝っていきたいと思います。